はい、ということでね、J チャンネルです。ギターを直すんですが、こっからこっちがまだついてるんですよね。でこっからこっちが外れてるんで、ちょっと全部取った方がいいのかなとは思ってるんですが、ただ買ってまいりましたこのロックタイトというやつ、これがですねめちゃくちゃいい、もうめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、3回言いましたけど、これね本当にね前使った時に良かったんですよね。でもう一つ違うやつが出ていたんです。今度柔軟性があるということで、これをちょっと買ってみてつけてみたいと思います。はい、ということでね、今からやってみようと思う、実況してみたいと思いますが、まあちょっとね意外とね、ここら辺りボリュームのあたりからズズズイズズイとここら辺りまで、割れております。前回やったやつ、だからもう、前回いい加減で止めてるからね、それがあんまり良くなくなってんだよね、これがね。かなり難しい状況になっておりますが、そうですね、とりあえずはここから行って止めてみようと思います。止まるかどうか、厳しいかもしれないけどこれから入ります。また中華法また報告し、はい、今こういう感じで重しを乗せております。接着剤がうまくつくんでしょうか。はい、ということで2時間経ちまして、今テープでガリガリにしております。これをちょっと剥がしてもいい、剥がそうかな、剥がして止まっていれば OK なんですが、緊張するなこれ、緊張するな。実況したかったんですが、反対からやれば、よし、よし。お、ということで見事つきました。ついあ、これはもうこんなもんなんだよね、こんなもんなんですよね、こんなもんなんですよ。ちょっとここらがネチャネチャするな。でもつきました。もうこれひどいね、ひどいひどい、ここちょっとネチャネチャする。ちょっとチューニングが違いますが、なんとこのロックタイト、めちゃいいですよ。ロックタイトめちゃいい、めちゃくちゃいいな、ロックタイト。はい、もしね皆さんはこういった感じでね、普通のね100円ショップの接着剤じゃダメなんですよ。ロックタイト500円ぐらいですから、高いのは、千何歩でありますけど、一応もう一回紹介していきましょうかね。はい、今回使ったのはロックタイト、こちらでございます。こちら黒いパッケージ、これを使って、ギターのところが、止まってますよ、止まってます。画面立てちゃいけない、止まりました。ということでまたね、これでちょっとまた頑張ってみたいと思います。ということで、ギターが一応治ったというご報告でした。ではまた。